ではですね、逆転裁判2第2話、再開そして逆転、やっていこうと思います。睡眠薬を飲まされたの。あれは事故じゃなかったわ。結構難しかった気がするんだよな。私は殺されたのよ。あいつに。複雑なんですよね、この事件は。なんか。だから復讐してやった。当然でしょ？喉か。睡眠薬を飲まされて？こんな事故。あ、よしちゃん。せっかくまた、なるほどくんに会えたのに。君のせいじゃないよ。迷いちゃんがなぜか、また、何かの罪で、私殺しちゃったんだ。あの人を。あれは君じゃなかったんだ。同じことだよ。久しぶりの再会がこんな感じになっていたんですね。逆転裁判2。まさかこんなことになるなんて。すべての始まりが頭の中に蘇った。これ第1話の、話の2ヶ月前のことですからね、これ。鬱陶しい雨の午後の情景が。一体何があったんだと。迷いちゃんに。6月16日、午後3時34分。なるほど、法律事務所。鬱陶しい雨です。わかりますか？鬱陶しいんですよ、私は。ああ、確かになんかあなた鬱陶しそうですね。あなた自身が。はあ。それ以上に腹が立つのが、天気予報のお姉さんです。梅雨の合間、束の間のお日様が覗くでしょう。おう。ねえ、晴天じゃないですか、外は。お姉さんはこうはっきり言った、断言してもいい。それはそれは。だから私は今日傘を持ってこなかった。え、なんか外晴れてる感じじゃないですか？それがこのざまです。15万円のスーツが台無しだ。まあ、最近ゲリラ豪雨っていうのもあってね、なかなかこう天気予報でもこう、まあ、天気予報なんてもそもそも完璧じゃないですから、そんな一日目くじら立てても、それでご用件は、その天気予報のお姉さんを訴えればいいんでしょうか？晴れと言ったのに、こんなざまで、これは失礼。本題に入る前の軽い世間話のつもりだったのですが、あれ世間話だったんですか？なかなかもう鬱陶しかったですよ。私、外科医をやっております。霧崎哲郎。嫌 な名前だわ、霧崎哲郎。この先生に手術されるのは勘弁してほしいな。切り裂かれたくないな。今日はこの件でやってまいりました。霧崎外科医院で医療ミス。14人の入院患者が死亡。14人の入院患者が死亡ってね、現代においてもなかなかの事件ですよ。医療ミスでなのか、どうかね。あ、あなたが、全く腹立たしい話です。いいですか？これは保証します。私は腹を立てているんです。まあ、確かにあなたが腹を立てているのは間違いなさそうだ。そうなんでしょうね、桐崎先生。ミスをしたのは看護師なんだ。14人を殺したのは看護師の投薬ミスだったのですぞ。はあ、私の責任ではないと。しかもいいですか？しかもですぞ。この看護師は自分の罪を認める前に死んじまったんです。はあ。あろうことがこの私に何の断りもなく。まあ、自殺ってそういうことですからね。大抵断りなく、亡くなっていきますよね。勝手に交通事故を起こして勝手に車ごとぺちゃんこです。ぺちゃんこですぞ。わかりますか？それも車ごと。これがさっきの冒頭の、事故ですね。そう、今から1年前、ワイドショーは大騒ぎだった。14人も亡くなった医療ミスと看護師の謎の事故死。事故は桐崎先生が仕組んだなんて噂もあった。なんか冒頭のムービーでもね、睡眠薬がうんたらかんたらと。医療ミスの真相を隠すため、永久に黙らせたのだと。
なんで私が、いいですか、もう一度言いますよ。なんでこの私が、あの看護師を殺さなければならないんですか。まあ、口封じとかね、いろいろこう想像は掻き立てられますよね。14人殺したのは彼女なんだ、私じゃない。あくまでもその、彼女が投薬をミスして、14人をな、まあ、殺したというか、まあ死亡するに至ったと。お気の毒だとは思いますけどね。でももう1年も前の話ですよ。なんで今更。今だからこそなんとかせねばならんのです。いいですか？私の病院には患者が寄りつかない。どういうことかわかりますか？来ないんですよ、患者が。まあ嫌ですよね、そんなところ。行きたくないですよね。死にたくないし。行きたくてね、病院って。死にたくなくて、なんとかしてこう、行きたいからこそ病院に行くんであって、そんなとこ行ってね、なんかあったら嫌ですから。それはそうか。僕だって行きたくないもん。それで僕にどうしろと。私の無実を証明するお手伝いをしていただきたい。ほう。僕は弁護士で探偵じゃありませんよ。いや、これはあなたにしかできない、お願いできないのです。あやさと迷い、もちろんご存知ですね。まさかここでね、迷いちゃんの名前が出てくるとは。あやさと迷い、どうしてその名前が。あなたは彼女のもとでしばらく働いていたそうですね。どういうことですか？違いますよ。あくまでも彼女は助手であって、このなるほど法律事務所の、まあ確かにってちょっとおいおい待ってください。僕が彼女の下で働いていたんですか？え、違うんですか？彼女はそう言っていましたが。以前一緒に法廷に立っていたんです。今はもう修行に戻ってしまいましたけどね。え、聞いてますよ？お寂しいでしょう。そんな、別に僕は。彼女の修行、立派に実を結んだようですよ。霊媒の修行。え？私の知り合いにオカルトに詳しい人がいまして、紹介してくれたのです。あやさと迷いさんをね。迷いちゃん、そんな有名人だったのか。まあ、そんなね、有名なイメージもないんですけどね。だからそういうのに詳しい人からしたら、すごい有名な。逆転裁判6では、もうかなりの有名人でしたけど、この頃はまだそんな有名でもないんじゃないかなと思うんですけどね。で、私この度依頼したんですよ。まあ、でも霊媒ができるって時点でやっぱすごいことだからな。何をですか？霊媒ですよ。決まってるでしょ。勝手に死んだあの看護師を呼び出してもらうんです。なるほど。迷いちゃんか。どうしてるかな。私たち、あやさと家の女は代々霊媒師として生きてきた。あやさとの血は強い霊力を宿しているから。そんなこと言ってたっけ？どうやら一人前になれたみたいだな。迷いちゃんとのまあ、関係、うんぬんかんぬんはまあ、逆転裁判1を、1の実況を見てもらって、それでまあ、振り返ってもらえればという感じですが。彼女修行以外で誰かの霊を呼び出すのは初めてなので、一つ条件を出してきましてね、それで引き受けてくれることに。初めてか。まあ、まだね、その霊媒の能力もまだ修行中、あくまでも修行中だから完全じゃないからね。条件。それがあなたなんですよ。なるほどさ。あなたが立ち会うなら霊媒を引き受ける、というんです。僕が。ほう。迷いちゃんがなるほどくんを。ということで付き合っていただきますね。やっぱまあ、慣れないことをやるわけだから。ちょっと、まあ不安ですからね。いきなりそういうことやるのは。やっぱ信頼できる、信用できる人間をそばに置きたいと。あなたも会いたいでしょう、彼女に。まああなたに言われたくないですね、そんなことね。というわけで。僕は彼女のふるさとへ同行することになった。久々の迷いちゃんですね。なるほどさんからしたら、6月19日、午後1時25分、クラインの里。クラインの里、迷いちゃんの、ふるさとか。お！はるみちゃん。こんにちは。
最初会った時のはるみちゃん、もう、はるみちゃんちっちゃいな。若い。若かりし頃の。なんだ、不愛想な子だな。最初こんな感じだったんだよね。なるほどさんに対しての感じは。おい、はるみちゃん、待ってよ。ん？また誰か来るぞ。あー、なるほどくん。お、迷いちゃん。迷いちゃん。久しぶり。うわ、本当に来てくれるとは思わなかったよ。大きさだな。うちの事務所から電車で2時間じゃないか。そんな遠くない。そんな遠くない。言うてそんな遠くない。まあね。こんな近いんならたまには遊びに来ればよかったね。ダメだよ、私決めたんだもん。一人前になるまで一人で頑張るって。まあいいや。とにかくおめでとう。修行がうまくいって。へへ。修行うまくいったんですかね。まあちょっとこの暗いの里どんなところがね、まあ、なるほどさん来るのは初めてですから。巨大な岩が天を睨みつけている。古ぼけた盾札に由来なんかが書いてあるな。クラインの岩倉と呼ばれている巨石らしい。難しいことがつらつらと書かれているが、早い話が霊魂の宿る岩ということらしい、多分。なるほどね。ここバスもね、バスも通ってますから。古びたバス停だ。クラインの里と書かれている。バスが朝、昼、晩の3本がやや増えた気がする。まあ、田舎ってそんなもんですよね。確かに。なかなか、交通の便が悪い。ここから見る限り、一番立派で大きな屋敷だ。これが綾里家。迷いちゃんの住んでる屋敷らしい。思わず圧倒されそうになるな。この奥の山もさ、まあ、後々、この風景には馴染まないが、古いタイプの電話ボックスだ。携帯電話の電波も届かないし、お世話になるかもしれないな。あ、電波届かないの、ここ。まあ、そうか、山奥だから。あの、なんか、後に驚きさんたちが行く山ってこの奥でしたっけ？あんまよくわかってねえけど。じゃあ、ちょっと、久々にね。久々ということで、まゆちゃんと会うのも、話をしましょう。ついに霊媒師として仕事をするんだね。おめでとう。そうだね。こんなに早いとは思わなかったな。でもちょっと面倒な話だな。ちゃんとわかってる。ふっふっふ、まゆちゃんの情報も舐めちゃダメだよ。あれでしょ？桐崎先生、医療ミスで14人殺しちゃったんでしょ？なんかそれ、そう言われてるけども、そうじゃないってことを言ったみたいだよ、桐崎さんは。で、看護師さんにその罪を全部被せるために。被せるために、ひょっとしたらね、俺の殻の中ではちょっとそういう風に思ってる節は確かにあるよ。でもそれをちょっと大っぴらに言うのはどうかな。交通事故に水かけて殺しちゃったんだよね。え？あのさ、まゆちゃんの情報網って、ワイドショー。なるほどね。だと思った。ああ、冗談だよ。それ本人の前で言ったらね、もうすげえ鬱陶しいこと言われるよ。本当は逆なんでしょ？事情は先生から聞いてるって。まあ、わかんないけどな、そんな。当たり前でしょ？殺人犯の依頼なんて受けないよ。まあでも、ある意味はっきりしますよね。その、亡くなったその看護師さんの話を聞けばね。怖いもん。まあ、そりゃそうだな。ここが暗いの里か。ここ、まゆちゃんのふるさとなんだ。まあ、実際私の実家もこんな感じですからね。なんかちょっと気持ちは、わからんでもないですね。バスの本数が少ないとか。暗いの里、霊媒師の谷とも呼ばれてるみたい。へぇ、住んでる人、霊媒師ばっかりなの？そうだね。うちの親戚は大抵そうかな。そりゃすげえや。その、逆転裁判6のね、クライン王国の中には霊媒師は、数人しかいないというか、しかもそれもね、女王とかになるわけですから、このクライン里にはいっぱいいると。綾里家の血は霊力が強いらしいからな。
まあでも霊媒師は女の人だけだけど、男の人は何をしてる？ほとんど出稼ぎに行ってるよ。出稼ぎね。さっきの子は、そういえばさっきの女の子、知り合い？ああ、ハミちゃん？ハミちゃん？ハミガキさん？あやさとはるみ、あたしのいとこなんだよ。あ、いとこか。もう可愛いでしょ？あたしに似てさ。まあ、可愛いですね。いとこってことは彼女？うん、霊媒師。ハミちゃんはね、天才なんだ。いや、彼女は確かに天才だ。さっき声をかけたら、圧倒的に無視されたぞ。あ、おばさまに厳しく教えられてるから。怪しい人に声をかけられたら逃げなさいって。正しい反応かもしれません。怪しい人って。だって、ナルト君、修行者の装束、着てないでしょ。当たり前だ。おばちゃんはね、おばちゃんじゃねえ。ハミちゃんはね、おばさまの宝物だから。あんまり外の世界のこと知らないんだよ。おばさま？ハミちゃんのお母さん、あたしのおばさま。じゃあ、あたし、そろそろ支度するから。え、ああ。あたしの家に行ってて、あそこでやるから。終わったら美味しい味噌ラーメン作るからね。わかった。じゃあ、頑張ってね。うん。やれやれ。元気そうで何よりだな。あ、なるほどさん、よく来てくれました。藤崎さん。今日はね、いい天気で、よかったですね。いや、全くです。まあ、天気予報のお姉さんはまた外してましたがね、まあいいですけども。今日は土砂降りでしょう、涼しい顔して言ってましたよ、あの女。あんな風情報悪いことか、公共の電波でお茶の間に。またなんかいつものように腹渡に繰り返ってんな。この先生に天気の話題はタブーだな。いや、それにしても立派な屋敷ですな。まあ、楽しそうにでも天気の話はしてましたね。なんかそういう、なんか人のなんか悪口言うのが好きな人間っているから。まあ、逆にそういうのを話すことによって、この人とはコミュニケーションをうまく取れるかもしれませんね。確かにここが迷いちゃんの家とは、随分と立派な。屋敷の見取り図ももらってきましたよ。なるほどさんもどうぞ。お、ありがとうございます。まあ、これも大事ですからね、確かね。見事な筆さばきで4つの文字が並んでる。一語一会かな。これは、ああ、一語一会だよね。そうだよね。霊との出会いを大切にしましょうということかな。あ、そういうこと？そういう意味ですか、本当に。霊を呼び出す対面の間に通じる扉だ。哲学で強化されていて、ものすごく頑丈だ。どうやら鍵もかかるようになっているらしい。鍵ね。木綿の布地に綺麗な文字がびっしり並んでいる。霊媒師の心得みたいなものかな。どれどれ。タイトルはお金の貯まる100の方法。霊媒師の生活はやはり楽ではないみたいだ。それをここに飾るっていうのはね、ちょっとね、あれですけど。あ、間違えた、間違えた。そしたら、この人にも話をね、聞きましょう。本当にね、やるんですか？確認ですが、本当に今日やるんですか？看護師さんの例にあってどうするつもりなんですか？決まってます。念書を書かせるんですよ。念書？そう、念書です。いいですか？こう書かせるんです。1年前の5月ですか？私の不注意で14人の患者を死なせてしまいました。むしろさ、そんなことをね、そんなことを、やってもらったっつって、言ってもらったとしても誰も信用しないんじゃないですか？そして同月24日。これまた自分の不注意で居眠り運転による交通事故死。それをわざわざさ、霊媒して、
ねえ、聞いたとしても、我々はもちろんその霊媒の力が本物だって知ってるから、舞ちゃんの霊媒の力がね、本物だって知ってるから、信じますけども、信じない人もいっぱいいるんじゃないですか。むしろまたあなたが悪く書かれたりするんじゃないですか。不注意でどうもすみませんでした。結局何したってね、周りからはいろいろやいのやいの言われるんですよ。いかがです？これで私の心はもう梅雨明けですぞ。いや、また土砂降りが待ってる気がするよ。そんなことしたとしても。まあそうですか。別にいいですけど。あなたの好きですからね。あやさと迷いのことはどなたから？ちなみに。私の知り合いにね、大学でオカルトを研究してる女の子がいるんです。その子にこの里を紹介してもらったわけですよ。なかなか、コアな情報を知ってるんですね、その人はね。ウライン流霊媒道の総本山ということで。総本山。そして迷いさんは家元の娘さんですからね。家元。ほら、そこに見える扉。あそこが霊と対面する部屋ですね。迷いさんのおばさんに当たる人がいます。会ってきてみては？ああ、キミコさんか。そうですね。じゃあ、まあ先に話を聞いておきましょうかね。ずいぶんボリューミーな髪型をした人ですよね。まあ、なんてまあ、怪しい。このゆらゆらした明かりは、ろうそくみたいだな。あーだ、どちら様で。出た。うわ、はい。僕は、なるほど、龍一と言って。あーだが、なんだその汚らわしいものを見るような目は。アーダって僕のことか。アーダ弁護士でございましょう。迷い様から伺っておりますわよ。それはどう？迷い様？私は迷い様のおば、あやさとひみこでございます。よろしくお願いします。随分な迫力ですね。アーダあれでございますわね。殿方なんですからあまり迷い様に頼ってばかりでは。みっともどうございますよ。別に頼ってばかりというわけではないんですけどね。どういうことを迷いちゃんから聞いてるんですか。随分その偏った言われ方してるんじゃないでしょうか。は。あれでございましょう。あなたが勝訴した事件のほとんどは迷い様の推理とひらめきで。女の子には走って逃げられ、おばさんには眉をしかめられ。どうもダメな男の見本になってるな、僕。これすべて迷いちゃんの迷い者による風評被害のせいじゃないでしょうか、これ。まあ、あれでございますわね。もっとシャンとなさること。心がけます。それでちょっと、この部屋ってどういう部屋でしょうかね。祭壇というのだろうか。重い雰囲気が漂っている。表面が薄く煙った鏡のようなものや、青々とした榊が祀られている。あ、ちょっとあなた触らないでもらえるかしら。それは念入りにお供えしておりますから。触るとそう、たたりがございます、たたりが。素人だと思って適当なこと言ってるぞ。もしかしてこのたたりによって、後に橋から落ちることになるのかな。なるほどさ。まあ、先の話ですけども。随分古い屏風だ。縁がボロボロになってる。崩した字体で呪文のようなものが書かれている。クライン流。ダメだ。全然読めないや。まあ、そんなもんでいいか。迷い様と言ってましたが、迷いちゃん様付けで呼ばれるほど偉いんですが、まあ家元の娘だからね、何せ。あはた。はい。迷い様に向かってなんて慣れ慣れしい。すみません。迷い様とお呼びなさいまし。その迷い様のことですけども、血でございます。血？あの方は家元の血を受けた最後の一人でございます。最後の。クライン流霊媒道の正当な後継者、それが迷い様でございます。じゃあアータ、いや、アータは、
そうでございますよね。私ども、姓は綾里ですが、文系なのでございます。なるほどね。本家と文系の違い。まあ、血ですよね。だから。文系？文系の人間は、たとえどんなに霊力が強くとも、まあ、本家。本家のサポートと言いますかね。あくまでも本家の下。クライン流の家元になることはできないのでございます。あなたの霊力はどうなんですか？残念でございますが、家元の足元にも及びませんわね。これが本音なのか、建前なのか、そんなものなのか？どうでしょうね。今日の依頼。今日の霊媒は彼女の初仕事になるとか、その通りでございます。交通事故の死者は思念が強うございますから、呼び出すのはたやすいことでございましょう。交通事故ね。霊媒はこの対面の間にて行われますので、私がこうして今準備をしているのでございます。ここは対面の間。この部屋は対面の間でしたっけ？霊媒師が霊と語らう場所でございますわ。じゃあ僕たちもここで？とんでもございません。ここに入れるのは依頼者と術者の二人だけでございます。そうなんですよね、二人だけ。そうなんですか？クライン流の奥義を早々人前でお見せするわけには参りませんから。まゆちゃん、僕の前で見せまくってたけどな。まあ、必死だったってのもあるけどね、その時の状況が。何か間違いがあっては困りますから。降霊中はそこの扉に鍵をかけることに。鍵ですか。ああ、そういえば。あなた、はるみちゃんを見かけませんでしたかしら。あ、小さい女の子。はるみちゃん？天女のような愛くるしい女の子でございます。ああ、不愛想な不愛想な子ね。私の娘でございますが、今なんと。かわいい娘さんですね。世間知らずで好奇心が強いものでございますから、あまり相手にしないようにしてくださいましね。あの子の方が相手にしてくれなかったけど。まあまあね、初対面なんてそんなもんですよね。くれぐれも間違いを起こし、間違いとはどのような間違いでございますか？起こしません。まったく。驚きだぜ。あ、そうだ。人物ファイルもね、突きつけられるので、ちょっといろいろね、聞いてみましょうか。あーた、はい。いつの間にそんな、迷い様を隠し撮りするなんて違いますよ。そういうことなのか、これ一人の写真をこれ見せてんのか。そんなんじゃないですよ。これはあくまでもデータとして許しません。こんなんでこんなん言われたら、もうはるみちゃんのやつとか見せたら、いつ撮ったんですかって、いつの間にそんな仲良くなったんですかって言われそう。あったはい、霊媒は3時から始めたいと思います。準備をさせていただいてよろしいかしら。どうぞ。まあ、まあ、さよなら。怒られるんでちょっと下がりましょう。では、渡り廊下、行ってみましょう。当日某四国、綾里家、渡り廊下。へえ、綺麗な庭だな。ちゃんと手入れされてるし。あそこにあるのは、焼却炉かな？ちょっと雰囲気に合わないな。焼却炉。小型の焼却炉だ。この里にはゴミの収集車は回ってこないのだろう。ゴミはそれぞれの家で処理しているようだ。なるほど。まあ、これも後々ね、ちょっと、調べたりすることがあるかもしれませんね。これまた随分と古い壺だな。そこら中にひびが入ってるぞ。なんか言われのあるものなんだろう。興味がないので、とりあえずほっとくか。まあ、これも後々重要になってきますから。これ奥ってもういけんのかな？
あ、いけるね。控えの間。同日某四国、綾瀬時計、控えの間。ここは控えの間か。休憩室みたいなものかな。布団が膨らんでる。誰か寝ているみたいだ。そっとしておくか。まあ、そりゃそうでしょう。ねえ。誰か寝てるかわかりませんから。ちょっと様子だけ見てみましょうか。布団が膨らんでる。誰か寝ているのかな？額に肉って書いてじゃあ、いなくなろうか。疲れ果てた霊媒師が休んでるのかもしれない。下手に起こして呪われちゃあ、たまらないな。ちょっと触っただけで呪われる。怖いなぁ。あやさ時の人たちは。そっとしておこう。さようなら。おーい、そこの人、ちょっとええか。お。この大阪弁、どこかで聞いたことがあるような。あれ、あんた、なるほどやんけ。あ、やんか。また会いましたね。夏美さん。久しぶりやな。なんや、一年ぶりぐらいか。元気でしたか。確かあなたは、ジャネットさんでしたっけ。ジャネットおばさんでしたっけ。誰がジャネットさんや。いや、なんかそんな雰囲気だったんで。どんな雰囲気だったんだ。そうだね。なんでジャネットさんっていう発想が出てきたのか俺もよくわかりませんがね。ああ、白状だ。男やな。うちの証言があったからこそ、あんたの友達は無罪になった。その恩人を忘れるとはな。いや、忘れてませんよ。あなたの証言のせいで、だいぶこちらも苦しめられたことをまだ覚えてますからね。あれ？確かあなた、はじめは検察側の証人として、やる気満々で僕たちを追い詰めていたような。そんな些細なことや。ほんまケスラの小さな男やな。夏美や夏美。大騒ぎ夏美。あ、そう、それでしたね。ええか、今日こそ。撮ったるで、スクープ写真。そういえばそうですね。なんであなたこんなところにいるんですか？これからね、霊媒が行われるんであって。ここでそんな写真が撮れるわけじゃないでしょ。まだ目指してたんですか？フリーカメラマン。めっちゃハゲンドルで。オカルト報道業界にこの人ありって言わしたるんや。あ、そうそう。こんなところでダベってる場合やないんや。そろそろ始まるで、霊媒。霊媒の写真を収めようと。いや、でもね、キミコさんの話だと、対面の間、我々入れないみたいなんで、写真撮れないみたいですよ。そうなんですか。すぐに修験者の間に集まれってことや。ほな、伝えたで。特に写真なんか撮れないと思うんだよな。夏美さんか。この前の事件では、ほんとひどい目にあったな。まあ、今回は特にね、事件が起こる様子もないし、まあ今となってはいい思い出と言えなくもないけど。まあ、そんな不安もないかな。同日、某四国、綾瀬時計、修験者の間。ではこれより、クライン流霊媒術を始めたいと存じます。実写と依頼者はあちらの対面の間にお入りください。まえちゃんと、桐崎哲郎さん。これで世間の連中をギャフンと言わせてやりますよ。それならいいんですけどね。まあ、勝手にやってください。いいですか？今時ギャフンですぞ。聞きたいでしょうね。なるほどさ。腹黒ですね、あなたね。え、僕ですか？もちろん聞いてみたいです。それでは、迷い様、対面の間の鍵はお持ちに？対面の間の鍵。あ、持ったよ。ほら。よろしゅうございます。そう、鍵かけるんですよね、対面の間には。一個しかない鍵ですからね、気をつけてくださいまして。だから、これで鍵をかけたら、もう誰も入れないわけですよ。鍵は中にしかないということになりますからね。大丈夫だよ、おばさま。なくさないって。じゃあ、桐崎先生、行きましょうか。まあ、この鍵もちょっと重要になってきますよね、後々。はい、参りましょう。あなた、そのメガネ合ってないのか、どんどん落ちてきてますね。お、鍵をかけた。もう誰も入れないと。では、私どもはここでお待ちいたしましょう。それはそれは苦いお茶と、顎が外れるほど甘い大福を。
ちょっとおばはん。やば、夏美さん、案の定。おばはん？なんでうちらは部屋に入られへんねん。ああ、誰でございますわね。とても日本語がお上手な。まあ、これは皮肉ですね。うちは根っからの何は子や。ならばその何はとやらにお帰りなさい。なんや。ここはクラインの里。しきたりに従えない人間は出ていくことでございます。すげえ迫力。さすがの夏美さんも。すんません。負けましたね。気負けしました、ね。うわ、あの夏美さんをへこませたぞ、すげえ。では、お待ちいたしましょう。覇気で黙らせましたね。お？うわ、なんや、今の音。今の音は、発砲音。対面の間の中から聞こえたぞ。さらにもう一発。兄ちゃんこれ、銃声やで。なんでございますって。あの中には迷いちゃんと桐崎さんが。このままじゃやばい。前にも聞いたことがあるんや。間違いない。銃声や。中には迷いちゃんが。いやもう聞いてらんないでしょ。ぶち破ろう。どうする気や兄ちゃん。もちろんあの部屋に入るんですよ。でも、一個しかない鍵はあの子が。ぶち破る。いいですね、キミコさん。でもあれでございますわね、その、何、たたりだの、呪われるだの。もうそんなの構わないよ。止めても無駄です。たとえね、この先、消火器で殴られたり、橋から落ちようとも。ええで、男や、なるほど。桐崎さんが、桐崎先生。倒れてるということは、撃ったのは、私は、殺されたの。これは、迷いちゃんなのか。迷いちゃん？あの男は私を殺した。いや、これ初めて見たとき、戦慄した覚えがありますね。だから、殺してやった。なんだって。まあ、これはつまり、霊媒した、その看護師さんが、まあ、やったと。まあ、その逆転裁判1を知ってる人だったら、霊媒すると、まあ、体つきも変わるっていうのがね、わかると思うんですけど、この子迷い犯なんか、そこを解くのです。この場は私にお任せなさい。あなたたちは警察に電話を。でもこの状況、早くなさい。犠牲者が増える前に。これ行くで兄ちゃん。おばはんに任せるんや。とんでもないことになってしまいましたね。同日某時刻、暗いの里。ここからじゃ、携帯電話の電波は届かない。僕たちは外の公衆電話から警察に事件を通報した。まさかこんなことになってしまうなんて、どうや。すぐこちらへ向かうそうです。本物や、本物の怪奇現象やで。いやー、あれは確かに霊媒した状態の迷いさんでしたね。夏美さんすっかりビビってるな。無理もない。僕だって怖い。これは、夏美さん写真撮ってましたね。2枚ほど。なあ、兄ちゃん。あの子、迷い犯やなかったよな。まあ、確かに失礼ながら、迷いちゃんがね、こんな、胸大きいイメージないですからね。もしボイスがついたら声も違ったんでしょうね。そうか、夏美さんは知らないんだ。迷いちゃんが霊媒をすると、姿まで変わってしまうことを。でもあの部屋には二人しかおらんかった。ということは、桐崎さんを殺したのは、迷いちゃんっていう感じに、やっぱ思っちゃうよね。この感じだとね。やっぱりあの迷い犯が。この2話の冒頭と繋がってきましたね。迷いちゃんが捕まってた。どうして捕まったのか。まあ、これで分かってきたんじゃないでしょうか。ちょこっとやけど調べとるね。あんまり評判は良くないみたいやな。そうなんですか。腕はな、かなりいいんや。ただ性格がな、性格、
性格はちょっとね、曲がりに曲がった感じでしたね。マッドドクターな感じでしたね。わかるような気がする。きついね。患者も看護師も思い通りに動かんとすぐに怒鳴り散らして、ね、それはもう大変だったそうや。なるほどね。嫌われてたという感じでしょうか。様子はどうでしょうかね。ああ、なるほどさ。キミコさん、迷い様は、こちら側に戻られました。除霊の術を施しましたので。なるほど。なるほどさんと、夏美さんが出た後、キミコさんが、この部屋に残って、除霊の術をしたと。迷いさんに。合わせてください。心配ですよね。ちょっと、今は気を失っておられます。そっとしておいてくださいまし。参ったなぁ。お井出の子さん、早いですね、相変わらず。さっき電話したばっかりなのに。お待たせしたっす。警察っす。あれまた会ったんすか。なんで井出の子刑事がこんなところに。たまたまっす。出張でこっちに来てたっす。山菜採りか何か。では、これから、現場を調べるっす。皆さん、後ほど取り調べをするっすから、ここから動いちゃダメっすよ。まあ動きますけどね。なんで僕の目を見つめて言うんだい。じゃあ、糸の子刑事さん、現場にご案内いたしましょう。いや、自分は糸の子ではないっす。それはもういいじゃないか。おなじみみたいなもんだから、二人は対面の間に入ってしまった。仕方ない、みんなの話でも聞いて回るかな。